静かな旅をしたいとふと思っていた時、思いもよらず君からの頼りが届く。少し慌ただしさの中でかまけて、それでもいいと、それでいいのと思いこもろうとして、何かを見つめる旅をしたくて、鎌倉あたり訪ねて歩く6月の風、語り明かした夢は今もこの胸にある、言葉知る情熱も、空の青さと木々の緑と光と風と、すべて携え思いのままに、ただひたむきに、thank you.
空の青さと木々の緑と光と風と全て携え思いのままにただひたむき何不自由のない時代に生まれ何かを見つめる旅をしたくて100万やるって言うて550万ぐらいになってます、ね、もう利息ついてね二度と現れない先輩だと思います